静岡駅着きました。さあ、さてホテルを出まして川名へ向かいます。はい、今回の目的地川名駅の K ダイナーさん到着です。こんにちは。いえいえ、体調大丈夫ですか？お疲れ様で。どうぞ。ご無沙汰ばっかりしてます。いえいえ、こちらこそ行く行く詐欺やっちゃって。いえいえ、もうね、きっとすぐ聞き忘れて終わっちゃうと思うんで先に聞きたいんですけど、はい、和歌山の方こっちから行くとしたらどういうルートで行くのが一番進むんですか？奈良抜けるんですか？大阪から。ああ、もうまあ今ねあんまり種類がないんですけど、はい、こんなあたりはありますか？お好きなやつを。じゃあブリックラディを。はい、はい、どのように、ロックで、はい。封開けるんですか？いや、もう開けました。いや、だって同じじゃないですか。置いといても宝の持ち腐れ。いや、あれなんですよ、コロナまでは夜営業してて、はい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 、いっぱい並んでたんですけど、じわじわと減ってきて、うん、はい、一時ね、ここ酒取っ払ってたんですよ。あ、そうなんですか。ね、前来させてもらった時も、ええ、たまに夜に、ええ、飲み会してるって言ってはりましたもんね。ええ、ええ、でこの頃たまにやるんですけど、ええ、それをやると、うん、次の日仕事サボりたくなる。じゃあとりあえずこれで。はい、ありがとうございます。ね、今つまみを作りますんで。ああ、申し訳ないです。ちょっとチャーシューを炒めよう。まずはそれを作るんですけど、はい、単純にチャーシューの味と、はい、なんか 甘辛くしたのとどっちがお好きでしょうかね？どちらも好きですけど、もうまあ単純にチャーシューの味で、はいはいはい。まあ本当に日曜日まではバイクで来る気満々やったんですけど、天気も怪しい。天気がもう今多分京都から、あの辺吹いてるらしいので。吹く、はい、ね、僕も今朝バイクで来ようと思ってたんですよ、はい、そしたらね、パラ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 、ね、
なんじゃこれやっていう感じで、だから参っちゃいましたね。今日本当はねこっち一日雨みたいな予報になってたじゃないですか、でそれが晴れになってるけど、多分和歌山出て名古屋あたりで多分すごい雨に降られんでって、下手したら雪かもしれへんでって言われて、もう今回やめときよって言われて。それはね、うん、向こうってやつですよ。やっぱりまだ4月5月やったらまだね、少々雨降っても大丈夫ですけど、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。サイクルショー行ってきました。あ、最初レベル250だったんですけど、はい、今もそれも残ってて SV650 にしたとかで、ね、うちにはいいぞとかやってます。マスターらしい。でもローライダーってことはもともとローライダー乗ってたんですか。そうです、もともと88年のローライダー買って、その当時大阪にも和歌山にも、まあ和歌山は今でもないですけど、ハーレーをチューニングするとかするディーラーはありましたけど、そういうお店がなかったので、で当時はもう毎月1回東京のサンダンスまでツーリングがてら行って、でチューニングメニューいろいろ考えて触ってもらってまた買えるっていう。鼓動感とか三拍子ってのはまだその頃はなかった。ないんじゃないですかね。あ、でも当時川崎に友達がおって、どのお店に行ったらいいかちょっと見てきてくれって言って、でそのお店の雰囲気、フレンドリーであったかい感じのするお店どこって言って聞いたら、散々回ってくれて、それで散々する。それで散々散々するんです。友達に聞かせたら驚きますね。だからその時のメカニックさんとは今でも付き合いあります。そうですか、すごいな。その人まだサンダース？いや今ね、横浜で自分の店してあります。その方がその なんか前 OHV でなくてサイドバルブがいいよみたいな。そうです、そうです。でもサイドバルブは、あのフットクラッチですね。あれは要線はって言ったら慣れるよって言われて、だけどあのその横浜町さんざんの乗り散らかしたけど、もう年取ったら無理って言って、あのサイドバルブも前乗ってたんで、ちょっと前までパン乗ってたんですけど、もう無理って言ってやめました。キックも辛いけど、こうやってると、坂で失敗したらどうなるって思ったらもう乗れないとか言って、まあまあ和歌山の田舎で乗ってる分にはね、大丈夫かもしれませんけど。でもそれみたいなもんなんですよね。でもやっぱりちょっと どっか行こうと思うと怖いですよね。じゃあその普段はバイクバカの話をする相手はいないんだろう。いない。だからたまに書いてますけど、某レーシングサービスっていうのは、森口にある本当のレース屋さんなんですよ、四輪の。でも社長はもともと二輪のレースもしてる人やったから、そこに行けばもうそんな人しか集まってこないので、そこに行くと癒しなんですよ。ああ、癒しなんだ。で、羨ましいけどそこまでコロコロ変える性分でもないので。よく言う、そいつ言ってます。あのずっと CBX の青春シリーズ30何年乗り続けてる友人がいるけどね、あいつと俺は DNA が違うんだと。お父さん、バイクでお迎え来ましたので見ますか。はい。
表現してるのがすごい。いやこれはかっこいいでしょ。やっぱりこう普段の角がつながってるとこだと心地がどこから知れてきて、はい、まあまあ結構入れたんですけどね。なぜかわからんけどちょいちょいタベット肩が、ああそうなんですか、調整しても調整しても、へえ。でも開けてみると緩んでるわけではなくて、おうおう、どこかベースのところに何かあるんですね。で、日産で長いこと整備やってたっておじいに聞いたらどうもここら辺でちょっと音がしてるよって思って、タベットで音はしてる感じなんですけど、で一時お湯をね、はい、20W の50指定で、はい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 、100% 合成にしたんですよ、はい、そしたら、まあ、全然違うエンジンになってビヨーンって走ったんだけど、はいはい、カラカラ言い出しちゃってで今度鉱物油の硬いのにしたら、はい、なんかこれもミッションとエンジン別オイルですよね。そうそうそう、はいはい、うん。